楽しいゲームをやるから学校の裏山に急いで来いって言うんだ。来ないとひどいぞって。どんなゲームをするのかわからないけど。なんだか心配だな。ついていくよ。あれ、スネ夫としずかちゃんも呼ばれたの？そうなんだ。放課後に急に言われてさ。一体何かしら。よーし、みんな集まったな。今日はここで俺様が考えたとっておきのゲームをするぞ。どんなゲームなの？俺様の歌を聞いて何という歌か当てるゲームだ。最初の問題いくぞ。ボーイ、これ以上は。そうだ。ねえジャイアン、ドラえもんがすっごく面白い未来のゲームを出してくれるから、それでみんなで遊ばない？未来のゲーム？お願いドラえもん。急にそんなこと言われても。そうだ、あれがあった。ゲームブック。おお、なんだこれ。大きな本。このゲームブックは実際に本の中に入って冒険ゲームができるんだよ。本の中にある謎のお城を探検して隠された宝物を手に入れるっていうゲームなんだ。お城を守っているロボットの兵隊を倒しながら、ボスがいるお城の頂上を目指して進んでいくんだよ。ボスを倒して宝物を取り戻したらクリアだ。面白そうじゃねえか。確かに、やってみたい。はい、それじゃあみんなコントローラーを受け取って。これがゲームのコントローラー？そう、このコントローラーを使ってロボット兵を倒すんだ。ゲームの中ではこれでお互いの位置も分かって会話もできるやん。ロボット兵と戦って怪我するのは嫌だな。大丈夫。敵からの攻撃を受けてもコントローラーがダメージを受けるだけで、君たちが怪我をすることはないや。それなら安心ね。それと今回のゲームブックではいろいろな場所に秘密道具がアイテムとして隠されているんだ。きっと役に立つはずだから見つけたら拾って使ってね。それじゃあ最後に宝物を決めよう。宝物を何にするかは自分たちで決めることができるやん。大事なものとか大好きなもの、例えば僕ならどら焼きとか。宝物ならパパからもらった外国の古いコインなんてぴったりかも。俺様はアクションスターのサイン色紙かな。宝物を決めたらこの最後のページに入れると設定されるんだ。そうだな、何がいいかな。うわー、ねネズミ、ネズミが出たー。ドラえもん。おい、ドラえもんがゲームブックの中に逃げ込んじまったぞ。ドラちゃん大丈夫かしら。おい、ドラえもん。参ったな。慌ててゲームブックの中に逃げ込んだら僕が宝物として設定されてしまったみたい。そんな、どうすればいいのさ。コントローラーを持っているからこうしてみんなと話すことができるけど、宝物はゲームをクリアしないと取り出せないんだ。なんだって？宝
宝物だから自分で出ていくこともできないし。大変。ドラえもん、じゃあ僕たちがゲームブックに入って助けに行けばいいんだね。そういうことになるかも。よし、わかった。ゲームをクリアすればいいんだな。ゲームだったら僕に任せてよ。トラちゃん、絶対助けに行くから待っててね。みんな、ありがとう。よし、それじゃあゲームブックの中へ行こう。すごい！本当に本の中に入っちゃった。ドラえもん、この後はどうすればいいの？いや、ゲームの世界に入れたね。すぐ目の前に大きなお城があるだろ。とっても大きなお城ね。そのお城がこのゲームの舞台だよ。コントローラーの位置情報によれば、僕はそのお城の一番上の階にいることになってる。だからみんなにはお城に入って上の階を目指してゲームを進めていってほしいんだ。コントローラーのおかげでみんながどこにいるのかわかるから、これから僕のいる場所まで案内するね。わかったよ、僕たちに任せて。よっしゃ、そうと決まればあの城のてっぺん目指してゲームスタートだ。大きな門が見えてきた。あそこがお城への入り口だね。あ、何かいる。あれがロボット兵だね。よし、俺様がぶっ飛ばしてやる。
たちの勝ちね。やった、ロボット兵を倒せた。どんな問題、楽勝だね。すごいよみんな、やったね。これでロボット兵との戦い方が分かったわ。もっと強力なロボット兵たちが待ち受けているから、みんな気をつけてね。わかった、よし先へ行こう。行くよ。もうちょっとだ。返り討ちにしてやるぜ。